はい。皆さんは、こんばんにちは。そして、いらっしゃいませ。朝特別です。というわけで、絶対絶命都市をプラスやってきまーす。で、まあ、ここにちょっとさ、試したいのがあったんだよ。で、今すぐエンディングを始めてくださいって言うと、マジで、エンディングになる。で、飛ばせないと。いうのがあったんで、まあ、ゲームタイトルもちょっとね。ちょっとね、戻ったんだけどさ、ゲームタイトル変えていきましょうか。ありがとう。それでは。ファイブにしたらどうなんだろうね。承知しました。私も。皆さん。私もって言われても。私もって言われても。さあ、どうなりましょうかね。ファイブ。ファイブだとオレンジになるんだ。オレンジって、なかったっけ？なかったか。ファイブ？ファイブね、みたいな。さあ、もう漏れる的な感じになってる。お花探しに行きますね。おい、どうしよう。ここにトイレないのか？トイレ。マジでトイレは、トイレないですか。トイレ、ああ、トイレ閉まってるっぽいな、これな。スナックマドカ、スナックマドカさん。スナックマドカの店主どこにいんだろう。大丈夫かしら。マジで。なあ。何もする気にならない。でも開かないんだよね、これ。やばい。そこ、鍵開かないよ。鍵ならスナックのママに頼まないと。ママ、お好み焼き屋の裏に住んでるよ。お好み焼き屋の裏ってどこやねん。お好み焼きの裏ってどこ？お好み焼きの裏ってどこだよ。この裏に住んでるよ。この人かな。んだって、店の中を通り過ぎてくれだって、焼けちゃったとはいえ、大体の水だからね、水知らない。じゃ取れる。あまり気持ちがいいものじゃないね。ああ、そうだ、一つ頼まれること聞いてくれないかい。理髪店の店主が今回の火災ですっかり元気なくなっちまってね。あの人に元気になってもらいたいんだよ。立ち直るせやってくれないかい。理髪店の店主をうまく立ち直せることができたら、うちのスナックの中を通ってもらって構わないよ。どういう中なんですか。どこに行ったんだ。そうだ、二人仲良。理髪店の店主、あれどこ行ったっけ。どっかにいたような気がしたんだけど、あれいなくなってない。あー、いたいたいた。この人かな。スナックマドカのママが僕に元気になってほしいって。そんなこと言われても、店を焼けてしまったし、大切なハサミを失ってしまった。せめて愛用していたハサミが手元にあれば、ひょっとしたら元気になれるかもしれないね。ハサミ、最初に地震が起きた時に運んでる途中で落としたようなんですよ。塗り替えでは。そんなこと言われてもお前わからんだろう。そうですか。あ、ためらい橋の方へ行き消していたから、その時落としたんじゃないかな。橋の方か。ばあさんが動いてる。あ、マジで。ばあさん。訪ねる。理髪店のハサミだったよ。ちょうどいいわ。店を整理してら出てきたよ。そこの理髪店の店主のハサミだと思うんだよ。
届けてあげたいと思っているのをおじさんが届けてくれたつかない。はい、これ。探してやるだろうか、すぐに渡してあげて。わかりました。そらほら、お届け物だよ。これが私のハサミ。よし、何らかのお礼をしていただきたい。いただきたい。ああ、そうそうです。これを差し上げましょう。5000円。これでまた理髪店がいる気になりました。店は焼けてしまったが、青空理髪店です。さあ、やるぞ。そうですか。青空理髪店。どこも青空か。暗い。焼け野原理髪店でしょ。ごめんなさい。ありがとう。あの人とは私は幼馴染なんだよ。私の方がずっとあの人のに思いをつけてたんだけど、結局自分の警察の方が私をしまった。そしてあの人は別の人と結婚しちゃった。今でも幼馴染のままさ。うちの店に入りたいんだろ。これが鍵だよ。あなたも今感じていることがあったら、口に出して相手に伝えることだね。じゃ、元気でやりなよ。そうですか。まあ、結構なおばちゃんですけど。おばちゃん。おばあちゃん。ってわけでもないよな。何もする気にならない。絶対熊沢いいんだろ。熊沢。熊沢開けろ。いるのは分かってんだ。ローリン。ああ、この人は。誰だ。無言で驚いて、とっさに空手の使いのように。誰だ。はっ。あんた。ああ。前に会った姉ちゃんか。そうだ。ちょうどいい。あれからこの男を見かけなかったか。なあ、トボキさん。あの人は一体何をしたんですか。この男の人が一体何をしたんですか。こいつは許されないことをした。必ず捕まえなければならん。この男の人が何を言えない、聞き返す。この男の人が一体何をしたんですか。こいつはなんだよ。さっきそこにいたのを見ました。さっきそこにいたのを見ました。何すぐチクる。すぐチクっちゃう。すぐチクるんだから。トイレないか。トイレはないのかね。ここは店の中なのかな。トイレ。トイレ。あー、トイレ。開いたー。あー、しよう。激しく模様をしていい。うー、汚ねえ便器。汚ねえ便器に。あー、よかったぜ。あー、よかったぜ。流れんのか、これ。絶対流れなそうだけどな。表が、あ、開いたわ。あ、開いたわ。表開いたわ。何もないね。あー、あったわ。意外に浅かった。いや、深いわ。あら。ガーベルと鉄砲売りが咲いている。咲いてるの持ってきますか？持ってくよ、もう。お供え物だぜ。
ここは燃えなかったんだね。ちょうど橋のところに燃えちゃったんだな。てか火災の原因がよくわからんが、何もないよね。じゃあ戻りまーす。うーすっきり超えたけど、あ、これ近くにやんないと多分ね、矢印が出ないのよ。何もなかったわ。何にもないじゃないの。むしろ何をしたんだろうね、トモ。トモさん何をしようとしたんですか。全然意味わかんないわ。裏口。あ、こっから入ってきたんでしょ。トモヤくんは大丈夫ですか。風間さん、風間さん。狭間さん、さっきはいたのに。一悶着あるような感じがしたんだけど。何もなかったね。くそー。ほら、持ってきたぜ、花。花持ってきたんだが。花をどうにか手に入れました。てへえみたいな。私にかかれば、これが私のあなたへの思いよ。これが私のあなたへの思いよ。何を言っているのかな。あ、はあ。ありがとうございます。とにかく、中にどうぞ。急にどうしたんですか。下痢を飲まずに済んだな、これね。よかったぜ。さっきそこの階段でお化けに会ったが、どうした。白髪なのか。おかげでいい供養ができました。白髪というか金髪。本当にお花を持ってきていただけるとは思いませんでした。そうですか。そうでしょう。アキラたちも天国で喜んでるよね。アキラ、手伝さんか。ええ。10年早いんだよ。なんだ、まだいたのか。ちょびひげ。思っていたより残ってるな。残ってるってね。どうせなら完全に焼け落ちてくれれば、さら地にする手間が省けたのにな。さあ、出て行ってもらおうか。兄さん。兄さん。家賃を滞納してるから。追い出されても文句は言えない。この親、空気が読めないやつね。うわぁ、私が全財産を投げ打ってでも助けなきゃ。善人ぶる。ちょっと待って。私がこの人たちの滞納している家賃を払うわ。3000万あるからな。おぉ、勇ましいね。しかし残念だが、支払っても出て行ってもらうよ。じゃダメじゃ。この商店街全体を取り壊して大きな商業施設を建てるんだよ。何？まあ、せっかくなんで滞納分は滞納分でもらっておくかな。110、100、1000万、28万か。おい、さっさと出ていけよ。安いもんだな、おい。とにかく荷物をまとめて子供たちも外に出すんだ。兄さん、善人ポイント上がんないの。わかったわ。荷物だって。何か残っているのか。何も残ってない。さあてめえ、ぶっ飛ばす。善人ぶったやったぜ。上がったぜ。善人ぶったぜ。みんな天国に行けたんだよね。どうでしょう。ほな、ありがとう。うんづけられたけど。
ありがとう。お花ありがとう。いえ、うんづけりゃうぜ。最低野郎だ。ま、花なんてそんなもんでしょ。悪度すぎ。そんなことは思ってないけどさ。立ち退きの準備をしなければ。立ち退きね。てか何が残ってんのか。ああ、こっから出れんだ。やっとぜ、ちく。金28万も奪われた。28万取り戻さなければなら。バルブ。バルブですよ。なんだなんだなんだ。昔の映画館だね。ここに階段があるけど。別にないのか。お化けはないのか。お化け階段。騒がしくってごめんなさいね。子供がぬいぐるみをなくしてしまい、泣き止んでくれないのです。くーちゃん、私のぬいぐるみぐすん。見つからないのぐすん。そうか。さよなら。冷たい。ぬいぐるみあるかもしれないな。ないかもしれない。どうした少年。この先は行かせないぞ。だけど、今は一旦通してやろう。どういうこと？どういうことなんですか？一旦通してやろう。どうした？視聴者が残っていないということで、そろそろ帰るか。なあ。あんたらいても、まあ、別に問題ねえもんな。ボーリング場だ。ボーリング場内には入ってないよ。なんで？危ねえから。あいつの方が準備ができてるのかな。どういうこと？あいつの方が準備、同じこと言ってる。次の場所へ移動だ。さ、次の場所へ移動だ。さっき言ってるな。こっから出ちゃうと多分あれなんだろう。まだ何かあるだろうな。いやでも、偏見的なの何でも偏見していく方針よ。なるほど。ああ、え？あ、いや、一十百千万十万百万百万。二百万、一十百千万十万百万。二千万あるから。じゃ、これを買っといて。本当に買ってくれるのかい？ありがとう。持っていてもどうしようもなく困ってたんだよ。そうですか。200万も払ってしまった。どこであの怪我をしたのかしら。どこであの怪我をしたんでしょう。さあ。さっき裏の留学生はすごい怪我をして戻ってきたみたいだけど。おいよー。ダニーかい？ダニー。少年。絶対やるって映画館のおっちゃんが言ってたぞ。冒険サイトマンの映画やらないよ。冒険サイトマンって。冒険サイトってあれじゃないの。あの鉄砲みたいな。これなんかさ、ゼロなの。ゼロみたい映画。どうしたんだい、もぎりのおばさん。仕事って言ってもね、まだ水が降ってくるだけだけどね。この水は、ストップローム。ストップロームに入りぜ。あ、階段っていうか、はしごがある。はしごがあるだけか。こりゃひどい。何かないのかね。解体許可が下りしない。どうなんですか。ああ、じゃあはしご登ってみようか。登れんのかね、そもそも。ベストラの壁は多分ね、ここでまだ売らない方がいいと思うよ。売るところがあれば売っちゃった方がいいかもしれないけど。
あの社長にはかけてみよう。終盤に打っちまえばいいだろう。何かないのか、何かあった。あ、いたわ。ローキサイドマンのフィルムが燃えてしまった。やっちまったな。子供の夢をお前壊したな。まあ、しょうがないよ。諦めてやろうぜ。ボーキサイドマン以外なら見れるよって言っとけばいいんじゃない。いつまでこの T シャツ着てんねんって話だけど。カップラーメンマンです。どうもカップラーメンガールです。だけどね、そうですけどね。もぎりのおっぱちゃん。そうです、今はどうしてやろうっつってたな。ここは意味ないし、あの少年のところに行ってみるか。ここな。なんだここは。うわー、ボーリング場の裏か。特に何もない。特に何もねえな。ただのブラフだったわけだ。そんなところかね。どうしようかな。一応セーブはしておくか。いねえじゃん。あ、いた。あ、ダニー。ですね。心細かった、怖かった、寂しかった。よかったです、来てくれて。どんくさいやつね、ダニーダニーごめんなさい、かける言葉は水だわ。誰がこんなことをとぼけて全人ぶる。誰が一体こんなことを。誰がこんなひどいことを何言ってんだこの人みたい僕はお母さんや兄弟に少しでもいい生活をさせたくてこの国に来たんだ。嫌なこともたくさんあったけど、嬉しいこともあった。あなたが今僕のそばにいてくれる、これは嬉しいことです。さようならダニー薬を持ってくるから待ってて。ダニー、医者を呼んでくるから待ってて。ダニー、医者を呼んでくるから待ってて。優しいんだね。ありがとう。急に善人ぶる。お祈りさん。お祈りメールだから。そうですか。じゃあな。助けらんないのか、このダニーは。そう、頑張るわよ。どうなのかしら。なんであんな怪我をしたのかしら。ああ、そうだ。救急車の方に聞けばいいのよ。視聴者いるよ。視聴者いるよ。次の場所へ移動だ。おい、なんか突っ立ってるけど。いらっしゃいませ。別に店ではないのかね。
何かあるわけじゃないの。いらっしゃいませって言われてもな、何もねえじゃんよ。2階行けた。なんかあんだろうな。おう、いるじゃん、客が。ぼちぼち帰ろうかな。いつまでこんな状況が続くのかしら。知らないかしら。うわ、すげえ。出た。GZ バーガー。グランゼーラバーガー。グランゼーラバーガーだぜ。ここにもトイレあったけど、まあ、もうトイレはいいか。コンパス手に入れたぜ。じゃあ帰ろう。行っちまおうかな。なんもねえじゃん。あ、消防車ヘルメッツ、服もある。あ、アイテムが多すぎる。くそー、これいらねえよ、もう。もう今食っちまうわ。よっ。なところが。よっ。そっち、あー、取れない。ぐるっと回るしかない。カバンも欲しいね。次の場所へ移動だ。身につける。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。よっ。バーニングレンジャー。バーニングレンジャーですよ。早く営業を再開しないと。向こうの理髪店よりっていう。これどうしたらいいの、これ。次何したらいいんだろう、これ。次のマップに行きたいが。みなしがうずだから、これもともとないのか。親がいない子たちが。はい、じゃあまあ次行きましょう。ダニーはどうやら助けられないみたいです。マジが。じゃあ帰りまーす。はい。野球落ちた後にして南へ向かった。うん、ここは見覚えがある。あ、なんだここかよ。見覚えがあるところじゃないわ。こっちから出てきたのね。店内にはまだ地割れや陥没から復旧していない道路があります。お車での移動は危険を伴いますので、気をつけてお帰りください。注意をお願いします。皆さん帰って行かれましたので、もう臨時の避難所にはしておりません。そうですが、復興は始まっている。4日目にして。あけみさんいる。あけみさんいたわ。よう、あけみさん。自分次第という言葉はあなたも何度も繰り返しているうちに、何だかやる気が出てきちゃった。それでぜひあなたにお礼したいんだけど、何がいいかなって考えたところよ。お約束の宙を。それなら、新作のコスチュームをください。
よし、どうしようと思ってたのよ。これをプレゼントするわ。パーティードレス。気に入ってくれるといいな。これ、通れなくなっていたところも少しずつ行きできるようになってきて、人々の移動が活発になってきたわ。休業中の企業や商業地区での営業を再開得するところが増えてきているようだし、私たちの店にもまたお客さんが来てくれると思う。街を出るルートもいくつかあるみたいだけど、あなたはどうするの？成り行きに。まあ、いろいろ考えながら行くわ。そう、元気でね。やったぜ。で、どんな感じ？やったぜ、なにこれ。やべえ。このグラサンがな、すげえな、これ。やったぜ、これおかしいな、これな。いやパーティー用のドレス。かなえさんいる？かなえさん。あ、いたわ、かなえさん。かなえっち。よう。元気？あれから大変だったでしょ？あれからな。怪しい白い T シャツの人たちに激怒されて追いかけられていたわ。そういえば、富谷さんを付け狙っている男に会ったわ。そういえば、焼けた商店街で会ったわ。まあ、どうよ。そういえば、焼けた商店街で智也さんに会ったわ。そう、ねえ聞いてよ。智也ったら私を置いていろんなところを手伝いしに回ってるのよ。もうちょっと一緒にいられると思ったのに。まあ、仕方ないわね。仕方ないのな。あ、そうそう、とってもいい話があるの。あなた、家に帰れるのよ。これ見て。何これ？町から出たい人を空港から運んでくれる救援活動があるのよ。これはその整理券。智也が手伝ってる救援団体から頼まれて今配ってるところなの。あなたにもあげるから手伝ってくれない？やっと家に帰れるのね。他人のために働きのは気が済まないけど。かなえさんの、これは儲け話の匂いがするぞ。これは儲け話の匂いがするわ。もちろん手伝うわ。どこまでもゲスやろ。ありがとう。できるだけ大勢の人に渡したいから、手伝ってくれたら嬉しいわ。はい。じゃあこれをお願いね。この辺りにいる人に話しかけて、町から出たがっているようなら渡してね。はいよ。全部配り終えたら私に話しかけて。あなたの分の整理券を渡すからね。はい、わかったよ。金井さん、お前か。帰りてえやついるか。帰りてえやつ。じゃあね。あの弁当をぶっこぼしたおっさんまだいんの？あ、いたわ。歩けば家に帰れることができるらしいので、ただ家族に会うのが怖い。リストラされたことがバレるかもしれないし、何より私のことを忘れていたらどうしよう。人災が原因で会社が潰れたことにすることを提案だな。人災が原因で会社が潰れたことにしてはどうでしょうか。なるほど、それはいいアイディアですね。その手でいきます。ありがとう。そう言うとおじさんは去っていった。これしかおじさん表情が純粋さが失われているような気がした。ダメだ、もう病んじゃってんだ。
ここも寂しくなってきたな。通れるところも増えてきたところだから歩いて帰ることにしよう。歩いて帰れんだったらいいな。歩いて帰れるんだったらいいな。めちゃくちゃ遠いとこだったらどうしようかな。あんたらは向こうまで、ああいや、好きじゃねえ。好きじゃねえから。どうしようか。だからそこの、なんかさ、就活に来てた人とかに配った方がいいかもな。まあいいや。今回はね、この辺にしたいと思います。それではね、またのご来店。お待ちしておるよー。おーいって。喉乾いてんな、これ。それじゃあ、バイバイ。